皆さんこんにちは、アパレルです。今回ご紹介する商品はノースフェイスのトレーニングリブパンツをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、ということでですね、いつも通り簡単に素材やディティールからご紹介していこうと思うんですけども、こちらアクティブなシーンにも最適な軽量のストレッチパンツとなっております。軽量なリサイクルリップストップナイロンを使用したストレッチのフルレングスのパンツとなっております。シャリ感のあるしっかりとしたメインの素材は汗で濡れても肌にまとわりつきにくく、ウエスト部分は肌当たりのいいリブ仕様が採用されております。美しいシルエットで非常に動きやすく、トレーニングのシーンとかですね、日常のリラックスな時まで幅広く活用できる一本なんじゃないかなと思います。不快な静電気の発生を抑える静電気や機能もついておりますので、まあ、非常にね、楽に履けて、シルエットもむちゃくちゃ綺麗な感じの一本となっております。ウエストはもう総ゴムになっておりますので、中に泥コードはついておりますので、そこでねちょっと調節はできるんですけども、ですのでウエストは本当に幅広い方に対応していただけるサイズなんじゃないかなと思います。まあ、丈感に関しましても、結構裾のリブっていうところはそんなにきつめな絞りではないですので、ちょっとこうしぼんでるかなぐらいの感覚でいていただいて大丈夫かなと思いますし、まあ、丈も、むちゃくちゃ長いわけではないですので、まあ、もたつきも出ず、非常にねこのすっきりと足を長く見せてくれるようなパンツなんじゃないかなと思いますので、非常にシルエット細身の割にはめちゃくちゃ楽に履いていただける感じかなと思います。横のポケットと後ろのポケットに関しましては、裏地はね全てメッシュ素材となっておりますので、まあ、これからの季節はね非常にこう涼しく、履いていただけそうな感じかなと思います。ウエストのリブの部分はね結構幅の広い感じとなっておりますので、まあ、しっかりとね腰で止まってくれるような感じですし、まあ、多少大きくてもドローコード絞っていただければ、まあそこでね固定はしっかりとできる感じとなりますので、まあ、全然窮屈感もなく履いていただきやすいタイプかなと思います。以前ね似たようなパンツご紹介してたんですけども、まあ、個人的にはねそれよりも生地の張り感はねすごくあるような感じの一本となっておるので、非常に僕個人的にはめちゃくちゃ好きな形となっております。でこちら実際着用してみたんですけども、163センチ54キロで、こちらねサイズ M サイズを着用するとこんな感じですね。まあ、展開自体はS から XL までやったと思うんですけども、まあ、S サイズになるともうちょっとね太ももあたりは結構ピチッとしてしまいますので、まあ、僕個人的にはねこのぐらいのゆるさの方が好きかなと思いますので、まあ、これでも十分スッキリに履けてるんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺はねいろいろなご意見あるかと思いますけども、まあ、僕はすごく使い勝手がいいかなと思います。でまたストレッチも非常に効いてるパンツとなりますので、本当に様々なシーンでねストレスなく使えますし、この膝のところもね一応切り返しになっておりますので、まあそういったところのつっかえも全然なく使えますし、まあ本当に計算されたデザインかなと思います。まあ、ここのリブはね本当にちょっとキュッとなってるぐらいの感じですので、決して足首が締まるようなイメージではないというところだけね一つ覚えていただければいいんじゃないかなと思います。まあこの M でしたらもうウエストもね全然絞らず、ドローコードで締めずとも全然落ちてこないぐらいの、フィット感かなと思いますので、まあ、ここはねちょっと口頭で伝えるのは少し難しいですので、まあ、お近くの店舗とかに、こちらの商品ねある場合はぜひね一度足通していただければ、まあ、この履き心地の差であったりシルエットの綺麗さっていうところはねちょっとでも伝わるんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひねチェックしてみてはいかがかなと思います。一応概要欄の方にもねリンク貼っておきますので、まあ、そちらから、同じような画像にはなるんですけども、まあ、ちょっと履いた感じの着用感であったりとか、見ていただけるかなと思います。でこちらがもうちょっとワンサイズ上げまして L サイズを履くとこんな感じですね。やっぱり先ほどよりねスッキリ感というところは結構なくなっちゃうかなっていうところ、まあ一番はねこの膝周りのもたつきと裾のもたつきですね、この2箇所がね大きくちょっとグシュッとなってしまいますので、まあ、こうなってしまうとちょっとね綺麗さというところは先ほどの M サイズと比べるとかなり損なわれてしまうかなと思いますので、まあ本来ねこのパンツの一番のねシルエットの綺麗
レーサーを出すにはもうジャストサイズで履いていただくのが一番かなと思いますので、変にワンサイズ上げたりとか、まあ、ちょっと大きめに履いたりということはしなくても、全然いいかなと思いますので、まあ、そういったサイズ選びのねご参考に少しでもなればなと思いますので、気になる方はこちらもね見ていただければと思います。やっぱりねこの L サイズぐらいになりますと本当に170後半の方ぐらいでも、全然ね履いていただけるかなと思いますので、まあ、太ももがね結構がっしりされている方に関しましてはわりかしここの部分はねゆとりはあるかなと思いますので、そこはそんなにこう気になさらずでも、いいかなと思ったりもしますので、まあ、そういったところもねちょっとぜひ、気になる方は履いてみてはいかがかなと思います。またあとね一番大きなポイントとしましてはこちら税込みで9790円と、まあ、本当にね1万以下でこちらのねパンツが、買えるっていうところも一つ大きなメリットなんじゃないかなと思います。まあアルパインとかね本当に1万後半ぐらいまでね値上がりしちゃったので、まあそういったところを踏まえるとねこのぐらいの、お値段でこのシルエットの手に入るってなるとねすごく、いいかなと思います。まあちょっとデメリットっていうわけではないですけども、このシャリシャリとした音がねちょっと苦手だよっていう方はねあんまり向かないかなと思いますので、まあその辺はねお好みにも寄ってくるかと思いますが、ナイロンのねこの歩くときに擦れるこうシャリシャリした音はね好き嫌いはあるかと思うんですけども、まあ、個人的には全然大丈夫でしたので、まあその辺はお好みになってくるかなと思いますので、まあそこは、ちょっとね分けて考えていただければいいかなと思います。とにかくねストレッチもしっかりと効いてて非常に履き心地のいいパンツとなっておりますので、まあこういったねちょっとナイロン系のパンツを探されてる方とか、まあちょっとリラックスウェアであったりとか、まあジムとかねそういった運動とかアクティブなシーンとかで探されている方にはね非常に、まあ、通気性がめちゃくちゃ飛んでるってわけではないかと思いますけども、まあ、そういった部分でねちょっとこう一つあっても、重宝することは僕個人的には、間違いないかなと思いますので、ぜひね気になる方は早めにチェックしていただければいいかなと思います。はい、ということでね今回ご紹介してきましたノースフェイスの、トレーニングリブパンツですね。お値段が税込みで9790円となっております。で今回ね M と L ちょっと履き比べておりますので、まあ、ちょっとサイズ感であったり、履いた時のシルエットのご参考になれば、非常に僕個人的にも嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、久しぶりにねちょっと新着の、動画を上げましたので、またねこれから春夏のものもガンガンアップしていこうと思いますので、合わせてそちらも見ていただければと思います。ということで次の動画までまたさようなら。